株式会社国民銀行は、かつて、日本に存在した第二地方銀行。本店は、東京千代田区に置いていた。通称、国民。1953年6月19日、中小企業金融の拡充のため株式、会社国民総合銀行として設立。当初から無人会社ではなく、総合銀行として発足した。 発足から間もない1954年5月21日、後藤慶太率いる東京急行電鉄が資本参加、東急グループ参加となった。1971年に東急グループ二代目である後藤昇が海外事業における整理資金年出のため、父、慶太を恩人として敬愛していた長野賢治を訪ね、国民総合銀の株式の引き取りを申し入れた。長野は、 その要請を改革し、後藤から株式を引き取った。オサノの死去後、株式は社主を務めていた国際工業に移動。さらに、同社社長に就任した実定のオサノ・邦が国民総合銀会長に収まった。歴代ト踊りは国際工業のメインバンクであった三和銀行から迎えていた。1989年に第二次銀に転換して、 国民銀行と解消した。金融当局は国民銀が国際工業グループと資本人的に密接に相互関係を持ちグループに融資を集中させる機関銀行となることを警戒していた。店舗は東急との関係から城南地区、国際工業との関係から城北地区や甲府市、埼玉県、鳩ヶ谷市に構え、さらに 東京証券取引所への上場も構想していた。1998年末に国民議員は国際工業グループを対象に25億円の第三者割当て増資を実施した上で自己資本を改善する計画を立てた。しかし、同年9月末時点において712億円の債務超過に陥っているとの検査結果を金融監督庁から受け取った。この事態から 信用不安が生まれ、取り付け騒ぎの事態となり、預金が流出した。1999年4月11日に、国民議員は金融再生委員会に、金融再生法に基づく管理を命ずる処分に、基づき、破綻を申し出て、自主再建を断念した。この年には、第二次銀の経営破綻が相次いだが、国民議員が最初の破綻となった。2000年8月に、 国民銀は八千代銀行へ営業上とされ、同時に八千代銀は預金保険機構から1835億円の贈与とともに、同行発となる350億円の公的資金を注入を受け入れた。同年10月31日付で国民銀は営業上との成立に伴い解散。9年後の2009年9月18日には生産も決了し完全消滅した。 営業譲渡によって重複する店舗は、非常渡となった。なお、旧本店営業部ビルには、八千代銀神田支店が設置されていたが、三景ビルによる建て替え工事のため取り壊された。新ビル、S ゲート、大手町北は2017年5月1日竣工し、八千代銀神田支店は、同年5月22日から、同ビル2階で営業を開始した。破綻の要因として、 カラオケボックス運営会社、神パレス株式会社に対して90億円を上回る不正融資が挙げられている。同社は1980年代に石川さゆりの個人事務所が立ち上げた事業であったが、後に実業家の種田桝雄が関与することになる。もともと収益の見通しがつかない状況下で、1997年から十分な担保を設定せず、 銀行頭取の承認と石川の連帯保証を得て、部会融資を行い、銀行へ損失を与えたのである。神パレスは1999年10月20日に破産宣告。同年11月頃より、石川の第50回 NHK 紅白化合戦出場が危ぶまれていると、ワイドショーや週刊誌などで上がって取り上げられたが、最終的には問題なしと判断され、 例年通り出場となった。この案件で銀行級経営人と趣旨伝、石川らは不良債権を承継した整理回収機構より損害賠償訴訟を提起され、2002年に東京地裁で経営人に対しては総額20億円、2003年に趣旨伝に約52億円、石川に2億2000万円の支払いを命じられた。 石川については整理改修機構が不当として構想を行うとともに1992年に新築した豪邸を一時期差し押さえられたが約10億円の賠償で決着された。破綻時の頭取は特別背任罪に問われ2002年の一審の東京地裁で懲役2年6ヶ月の実刑判決となったが2004年の二審の東京高裁で懲役3年。 執行猶予5年の有罪判決が確定した。国際工業の創業者である、長野健二が、山梨県生まれであったほか、県内最大手のバス会社、山梨交通も参加に置いていた。2004年10月31日に、費用不足のため破産廃止しているが、法人格は抹消されておらず、現在は、生産法人である。 ドレミファクラブは2021年現在、株式会社エンタメクラブが運営している。ありがとうございます。